皆さん、こんにちは。今回は天海祐希さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2023年、宝塚歌劇団が揺れました。団員の一人が、陰湿ないじめを苦に自らの命を絶ったのではないかという疑惑が持ち上がったからです。しかし、いじめの体質は、何も今に始まったことではないようだというのが徐々に明らかになってきました。元トップスター天海祐希さんもその一人で、いじめに苦しんだ陰湿な噂話が存在します。特に天海祐希さんはトップになった裏では、妬みやそねみなどステップアップするたびに悪意ある言葉を投げかけられたといいます。兵庫県宝塚市にある宝塚大劇場では、2023年11月23日まで予定されていた雪組公演が中止になりました。10月29日には劇場内のチケットカウンターやレストラン、物販店舗なども一部を除いて休業することが発表されました。同年9月30日に空組に所属する有明さんが転落死した痛ましい出来事に、現在の大劇場周辺は近隣住民が戸惑うほどに閑散としていたといいます。激震が続く宝塚で、宝塚の最高傑作と言われ、数々のステージの中央でスポットライトを浴びてきたのが天海祐希さんです。一方で、時に異端児とされ、いじめの標的になったこともありました。しかし、天海祐希さん自身は公の場で宝塚時代のことをあまり語ってきませんでした。天海祐希さんは、過去の苦労話をすることをあまり好まないんです。大変だったことや納得がいかなかったことでも、自分の中で整理がついていれば、わざわざ話さなくていいという考え方なんです。苦しい記憶であっても、今となっては自分を形作る思い出の一つだという思い。それだけ、宝塚時代を大事にしているのでしょう。だから、軽々に話したくないという気持ちが強いんだと思います、と関係者は語ります。天海祐希さんは、高校2年生の冬に満を持たして宝塚音楽学校を受験しました。18倍という競争率をくぐり抜けました。同期42人の中で、天海祐希さんはトップ合格。ここから、天海祐希さんの宝塚での日々が幕を開けることになったのです。2年生の音楽学校では、上級生が本科生、下級生は予科生と呼ばれます。本科生は、予科生の指導係となります。音楽学校では合格時の成績上位4名が、その同期の中で委員という役職に就きます。予科生に甘さが見られると、叱られ役はその委員でした。当時の音楽学校の生活は、軍隊並みの厳しさだったとされています。起床は4時半、早朝6時過ぎから8時過ぎまでは、音楽学校特有の掃除の時間でした。綿棒や筆まで使って、教室から廊下、校内の至るところの隅々まで埃を取り除いていきます。それでも残ってしまった埃を見つけられ、これなーに?と先輩からの嫌味な言葉が飛んだと言います。ハードなのは掃除だけではありません。休みは日曜日だけで、毎日、日本舞踊に演劇にバレエにタップの稽古が続きます。鼓笛行進といって、1時間ひたすら行進するカリキュラムもあったと言います。出来が悪ければ、容赦なく本科生からの厳しい声が飛びました。天海祐希さんを支えたのは、高校を中退してきたのに、辞められない、という反骨精神でした。送り出してくれた両親に面目が立たないという価値観が彼女の原動力になっていたと考えられます。どれだけ辛くても黙々と日々の稽古に耐えていた天海祐希さんでしたが、上級生に対し、怒りをあらわにしたことがあったそうです。もはや指導とは言えない。いじめを目撃した時でした。同期の一人が本科生からいじめを受けたことがあったそうです。その時天海祐希さんは、一人だけをいじめないでくださいと憤慨したといいます。理不尽な理由で同期が課せられたトイレ掃除を、私も一緒にやりますと買って出たこともあったそうです。そうした上下関係を見てきたからでしょう。天海祐希さんが本科生になった時には、夢を見せる存在である宝塚がこんな規律に縛られていてはいけないと、リーダーシップを取ってルール改革をしたそうです。現在、宝塚全体を揺るがす有明さんの転落死の背景には、歌劇団内部にはびこるいじめ体質があったとささやかれています。
2023年2月には週刊文春が空組所属の娘役天色美音里さんがヘアアイロンを押し当てて後輩の額をやけどさせたなどとするいじめ疑惑を報じました。被害者の A さんとされたのがアリアさんだったとされています。アリアさんはこのやけど騒動当時、大ごとにしたくないという姿勢でした。しかし記事が出たことで、アリアさんが週刊誌にリークした犯人と噂されるようになっていた。それが彼女を二重に苦しめましたと関係者は話します。現在第三者チームによるヒアリングが行われていますが、宝塚は結果の公表時期は現時点では未定と回答しています。天海祐希さんもまた陰湿な噂話に苦しめられた一人でした。音楽学校を卒業し月組に配属された天海祐希さんは、それからわずか半年ほどで入団7年目までのタカラジェンヌで公演を行う新人公演で主演に抜擢されたのです。端的に言えば6年分の先輩を追い抜いたことになります。しかし抜擢された天海祐希さんに羨望と嫉妬の視線が向けられるようになったのは言うまでもありません。新人公演の主役を金で買ったという噂が流れたんです。それを信じた知り合いが天海祐希さんに直接いくらかかったんですかと尋ねたこともあったそうです。他にも受験をせずスカウトだったとか、5年でトップにするという密約で入った、宝塚から契約金をもらったといったものもあった。音楽学校の入学前に一度モデルを務めたことから、そうした話になったのかもしれません。天海祐希さんのそれまでの努力すべてをなかったことにされるようなものでしたと演劇関係者は当時の状況を語ります。その後天海祐希さんは入団7年目の1993年に月組トップスターに就任しました。これもまた異例の速さだったのです。しかし天海祐希さんがステップアップすればするほど、超豪華オークションに住んでいるなど悪意ある言葉が向けられたといいます。2023年11月2日の女性セブンでは、新人時代の天海祐希さんが受けた衣装紛失いじめ、トップスターになった天海祐希さんを苦しめた信じがたき悪意ある言葉の数々などについて商報していました。さて話は変わりますが、2013年天海祐希さんは病気にかかりました。報道によりますと、天海祐希さんが急性心筋梗塞のため都内の病院に入院したというのです。どちらかといえばもっとご年配の方に起こりやすい病気に襲われたということで、驚いておられる方も多いことでしょう。天海祐希さんは映画やテレビをはじめたくさんの仕事をこなす売れっ子ですが、その大切な仕事を一時止めて治療に専念されました。軽度の心筋梗塞と診断されたからです。所属事務所によると、過去にも心臓を含め病気で入院したことはないといいます。ストレッチで体のケアを怠らず、美しさの秘訣については、よく食べ、よく笑い、よく寝ることをモットーにしてきただけに、晴天の霹靂だったようです。オノレ・ナポレオンの公演後に妙な疲れを訴えて軽度の心筋梗塞という診断結果がなされ、10日くらいの安静が必要と言われ舞台を降板しました。この時天海祐希さんは軽度だったため、後遺症は今後出にくいとされているそうです。しかし一度発症すると後遺症が残ると言われています。心臓の筋肉は一度死んでしまうと復活しません。そのため心筋梗塞という病気は恐ろしいのです。後遺症としては不整脈、下肢のむくみ、息切れ、疲労感などが考えられるそうです。ひどいと少し動くだけでも大変に体に負担がかかると言われています。つまりまともな仕事は一生できなくなる場合があります。さてかっこいい女性として多くのファンから支持され、上司にしたい理想の女性ランキングでは7年連続1位となり、現在も女優として活躍中の天海祐希さん。2024年には57歳を迎えるとは思えない相変わらずの美貌の持ち主で、性格も良さそうな天海祐希さんですが、なんと結婚をしたことがありません。全く予定はありませんし、相手もいないと話されています。なぜ美人でファンからも慕われている天海祐希さんが結婚願望がないのか調べてみました。天海祐希さんは過去に熱愛スクープがなかったわけではなく、何度か取り上げられていますが、
その中でも吉川晃司さんとの恋愛が原因ではないかという噂が広がっております。現在はダンディな魅力をプンプン放っている吉川晃司さんですが、若い頃も写真でもわかるくらいにオーラがすごそうです。2003年に天海祐希さんとの熱愛スクープがあり、当時は天海祐希さんが36歳、吉川晃司さんが38歳で天海祐希さんは交際を認められました。まっすぐで純粋なところに惹かれます。彼が作曲している真剣な姿を見ると、私も仕事で負けていられないと刺激を受けます。まるで侍のようですとコメントされており、報道陣の前でも堂々宣言してしまう、さすがの天海祐希さんと交際関係をオープンにされていました。馴れ初めはというと、2003年に天海祐希さんの出演した舞台阿修羅城の瞳を吉川晃司さんが感激されたことで、天海祐希さんはそのお礼として吉川晃司さんがのコンサートを見に行くことになり、そこから仲が深まり交際することになったそうです。交際が始まり、吉川晃司さんの撮影現場へ駆けつけ差し入れをしていたりと、尽くす女性でラブラブだったようです。年齢がお互いアラフォーでもあり、3年間も交際期間があり、天海祐希さんから結婚しようと逆プロポーズをしていたとも噂されていました。そろそろ結婚するのではなどという噂もあって、双方のファンや世間からもお似合いだと認められていた大物カップルでしたが、まさかの破局していたことが判明し、世間に衝撃を与えました。なお、この熱愛に関しての破局時にはお二人は未だに語られておりません。天海祐希さんが吉川晃司さんとの交際期間中に二股疑惑がかけられました。というのも、2007年に佐々木蔵之介さんとの熱愛疑惑が新聞で一面スクープをされて、このことで二人の仲が険悪になってしまったのではないかとの噂があります。ですが、この報道に関しては、2016年、天海祐希、石田ゆり子のスナックあけぼの橋で佐々木蔵之介さんが出演された際に、僕ら熱愛してましたからねと言うと、天海祐希さんが、なんでそういう話になるんだろうねとのトークがあり、笑い話にして否定されていました。そしてこれは憶測ではありますが、吉川晃司さんは破局後にすぐ一般の女性と結婚なさっています。すでに子供がいたということで、もともと吉川晃司さんが二股交際していて子供ができてしまったということで、天海祐希さんを振り、子供ができてしまった一般の女性との責任を取るために別れを選んだのではないかという推測が成り立ちます。このことが天海祐希さんにとって恋愛することがトラウマになってしまい、結婚願望もなくなってしまったのではないかとされているのです。いかがだったでしょうか。今回は天海祐希さんの私生活や現役時代の様子について見てきました。とてもわかりやすく、天海祐希さんは結婚しませんと断言しています。恋愛は必要なのでしょうが、長年一人で暮らしてきたことから結婚と想像ができないそうです。そうは言いつつも、いつかは素敵な報告が聞かれるでしょうか。さて、一時期天海祐希さんが薬物で逮捕されるのではないかと噂されたそうです。噂された当時、芸能界では薬物による大物が逮捕されていました。その中の一人と交友関係があったことから、そのような話が出てきたと思われますが、これは全くの事実無根です。一方で揺れている宝塚歌劇団、天海祐希さんは現役当時のことを思い出話としても一切語りません。ここにもある自分なりのルールがあるようです。語らないということは相当なことがあったと想像してしまいますが、とにかく宝塚歌劇団の体質が改善されることを願うばかりです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。